革命をしたかった。生きるすべての人が幸せになる世の中を作りたかった。この映画に出る前はこの事件のことを知ってましたか？正直言ってわからないです。学校じゃそういうの教えてくれないですもんね。革命っていうものは何なんだろうっていう感じです。それはすなわち自己批判と自己批判に至るまでの相互批判である。何が言いたいんかさっぱりわからんわ。光の雨。革命を夢見た20代の若者たちはなぜ14名の同志を殺してしまったのか。